またあの外で騒ぎに来てる連中が来て、また雪ですね、春山聖子線にまた車が来て、まあ、結局はこういうことですね。世界のルールは法律だからいちいち大声出して歩くな。迷惑防止条例違反、ストーカー行為違反、つきまとい行為や。歩いていてもつきまとい行為や。あと複数で、君たちは今まで集団で絡んできてるから威嚇行為とかも含まれる。刑法で併合罪で累犯加重。昔有馬警察署の隣にすぐ護送車が来とったわ。すぐに半分以上参りよう。一回裁判受けんかったらお前らもしていいことと悪いことの区別つかんからやろ。で、先ほど外の映像見てもらったら分かる通り、また雪ですね。だからその一つの要素だけではないんですよね。過去様だけではないし、結局暖かい対応で、もともとその支払いっていうものを行政がしたらよかったと、まずお金の件で言うとね。でそれを冬場に行っていれば暖かい冬になってたんですよね。もうあの先ほどのあの動画撮影したものと時間軸見たもん分かるでしょ。でまた雪になってしまって、ほら、うん、絡んでくるやつらも悪いし、もうこれだけ本当のこと言われても春山整骨院に開き直ってくる連中も悪いし、そうこうなりますよ。で風までこの辺り風当たりが強くなってる。今現在通報という形でね、このワード言葉で見てもらったら分かると思います。で時刻ね、晴れ、まあ雪降ってるけども一応光量は上がる、まあ、光の量、これ曇ってるからちょっともうちょっと分かりやすくすると、こういうことです。であとは警察がしっかりするかどうか。ハワイ圭介でまだ入院って言ってきたやつ、俺違う、そいつが入院させ、じゃあそいつは罰金刑で金払わなあかんやつや。天気のことから何から何まで覚えてから、それから警察官や。そうじゃなかった、精神病院と組んで金稼ぎしてた、税金泥棒横領事件、もうこれでもう物事整えなあかん。もう晴れませんこそのやつらなんかもう何百人何千人がかりで喧嘩打ってきた連中や。この辺りの人間と組んで、もうこの辺りはめちゃくちゃになってしまった。あと警察官もそれを認めて、しっかりとした対応、淡井圭介を精神病院行きにさせるっていうのは絶対になし。これ以上もう基本どうしようもなくなったら本当にどうしようもない。で、昨年、もうこれ僕はどうこう言う前から12月28日に皇居行ったでしょ、で帰ってきたでしょ、で東京の方やっぱり雪降ってた、気温低い、もう絶対こうなる。だから天の神様とかあの世の人たちが見てるっていうこと、自分たちが知ることが正しいかどうか、上の言ってる人間のことが正しいかどうか、それを物事考えなきゃならない。法律に当てはめて今までどういうことがあったかって、それがもともとの裁判だもん。ルールは法律で、国連はそれでまとまってるから。先ほどの続きですけども、ホームページは YK ですけど、履歴の方でね、まあ僕からの声掛けでいろんなところ撮影しに行ってくれてる人たちがいるんで、建物の解体とそこから金属取り出した方が結局エネルギーの消費、ガソリンの消費が少ないんですよ。で、土地が空く、土地が空いたらそこで、メタンガスを、抽出する、システムを置いておくと。で、生ゴミとかをそこに入れておくと。そうすることで、もう日本全国で1万5000カ所ぐらい作らなきゃならない。で、特にこの人たち、ジョーブログの人たちは、特に温泉中心に撮影しに行ってくれています。で、温泉、まあまあ、状況もみんな分かってきたと思いますけど、本当の人口自体が、しっかりと表記されてない。もう6000万人いるかどうか分かんない。で、もともと温泉街ガラガラ。だから、地熱発電と両方、これでプラスマイナス全然変わってくる。で、生ゴミとか、集めて今まで燃やしてた方、ガスとか使って。で、
まあ、この後ですけども、さっき間で、まあ、昼ご飯ちょっと遅めですけども、食べていました。で、外から、また別に、以前からかうようなことを言ってた人間、だから、検察官とか、裁判官が聞かなきゃならない声を、いや、まだおるかな。あ、そこにおる、あいつら。まあ、結局あいつら。あれも整骨院のやつ。そのまま出すからとか言ってるやつら、自分に来てた呪いを自分の体から出すっていう方向で、出してるとか、そういう言い訳がしたかった連中。神戸530と10の75。もうこれも回収してくれたらいい。春山整骨院に集まってくるやつ、全員ろくなやつおらへん。フリーぐらい誰でもできる。仲間のフリーとか。してる行動で見た方が早い。行動。さっき、だから、上部ブログとかへのアクセスとか、行政がどれぐらい悪さしていたかっていうところをね、証拠を、しっかりと出す。そういったところを、ホームページから見れるように閲覧できるようにしていた。だけども、それがね、結局、追いつかない。だから、そんなこと、一日中、だから、食事する時間帯とかもあるし、で、その間に、喧嘩を売るやつとか、また来てたし、あと、検査庁機能で、そいつらが以前どんな声で、喧嘩を売るようなことを言ってきたか、それは、ちゃんと聞き分けれるような形での聞かせ方。ただ、それでやられると、こちらも、精神的に持たない。やっぱり腹立ちます。それが普通。だから、検察庁とか、まあ、裁判官が聞かなきゃならなかった。だから身勝手に企画した上田裁判官だと思いますよ。だから本当は、裁判っていうのは合議制ですから、裁判官を5人つけたらダメだとか、地裁、そんなルールはないはずですよ。だから僕の訴えだけものすごい量の情報量があったと思いますよ。じゃあ、まずは春山整骨院からだけでもいいから、始めてあげたらよかったんですよ。で、そういうふうな文章の書き方しますよ。一つ一つ順番にしましょうって。証拠出してるんだから。そこで法律名求めてきて、第何条か求めてきて、裁判官が棄却。いらないじゃないですか、そんな裁判官。で、裁判官の最高裁判所の長は誰が決める？天皇陛下ですよ。もう話めちゃくちゃになる、国連から見たら。だから世界のルールは、法律だから、みんなそれ守らなきゃなんない。で、電波とかだけじゃないから。で、まあまあもう先ほどある程度の事情を説明しましたから、もう一旦これぐらいにしておきますね。で、一応風は止まる。ある程度、今日あったかな？今日アップロードした内容。だからね、もう、大変。なんせ大変淡いケースけど前に。それが分かってもらえ、まず分かってもらうことと、一部の人間がまだ諦めないで、エネルギーの残存問題の解決ね、頑張って行って行動してくれてるっていうことですよ。二人組だと思うんですけども、上ブログの人。まあ、よく頑張ってくれてる方だと思いますよ。